お前が先手だ。5段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ角換わりよろしくお願いします。角換わってくれるのか、違うらしいわ。角換わってくれるらしいわ。おし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 、これ対飛車ゴリゴリ金やっていきましょう。さあゴリゴリ金よろしくお願いします。で、なんか飛車先を2個つけた時もちょっとたまにあるんですけど、これ上がるのどうなんですかね。で守る。これやってるわ。やってますね。いやでもこれさ、これでいいんじゃないの。角打っといて、これでもう角取るしかないですよね。そうっすね。で、まあ一旦香車上げといて、で玉寄りとかでダメかな。良さそうだけどな。ギリ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 良さそうだけどな。これでいいんじゃないですか。2分で金上げといて、その銀はちょっと怪しいですよ。というかかなり怪しいですよ。これでどうするんですかね。怪しくない。銀が離れてるから打てるってやつか。それちょっと困ってるのか。引いとこうかな。1分30秒。引いときましょうか。引くはないか。つまり困っている、私が私が困っている、これはもしや私が困っている説まであるな。これ銀引いちゃったわ。大丈夫。まあ取るしかないですね。ここで神の一手ないですか。神の一手、神の一手、これが神の一手、これが神の一手ですわ。完璧な完璧な神の一手、神の一手だわ。神いないのかな。神いないかも。神いないわこれ神はいなかったわ。ちょ、これで勝負。勝負できてないかこれ。飛車成りが詰めろだからどうにかなってない飛車成りが詰めろだから、で詰めろされたら終わる。それ以外は勝ちじゃない。これ詰めろ？詰めろに見えないんですけど、ちょ行くわ。詰めろじゃないこんなの。こんなの絶対詰めろじゃない。取るしかない。こんなの絶対詰めろじゃないから。詰めろ。だったかも。30秒歩打ち銀打ちで死ぬから引くしかない。これで生きてる。あ、これ生きてるかもしれない。これ生きてない。これさ詰むんじゃないの。これ金打ちから詰みじゃない。
ゃるって歩打ったら勝ちだから避けるしかない。これ勝ちじゃないですか。やったわ、お前の勝ちだ勝ちました、ありがとうございました。お前が先手だ。三段の方対戦チャンネル登録よろしくお願いします。さあ高田流左翼よろしくお願いします。高田流高田流ちょっとどっちか分かんないです。よろしくお願いします、対居飛車ゴリゴリ金ですね。まあ、相手は右側に玉を据えてくるんでしょうっていう感じですかね。まあそれはそれでしょうがないですね。玉が遠いんですけどね、遠いというかいつも通りか。ゴリゴリ金よろしくお願いします。そうですね、いつも通りですね。なんか不思議な動きしてますが、不思議ですね。ちょっと向かい飛車の税金を払っておいて飛車を上げときましょう。さてこれなんかないんですかね。何もないのか。まあ一旦ここですかね。とりあえずここ、迷ったらここ迷ここですね。2分30秒。すごいな、そういう感じか。なんか好きないですかね。ここか、やっぱりここになりますね。迷ったらここですね。あ、5五歩は ?3 四角でいいか。5五歩以外は、ここ。いやー、これちょっとさ、角でいっちゃっていいですか?いや、相手中住まいだからちょっといける気がするんだよな。行こう。多分放置だと思います。これでここで放置だと思います。相手もさすがに同銀同歩とされて桂馬も取られるのはちょっと嫌だと思うんですよね。だからここで放置して他の手を指してくるんじゃないかなと思うんですけど、指してこないというところですね指してこないんですよ。そういうことですね。さて桂馬なりが見えてますがどうでしょうか。2分。これはふなりでも良さそうだけど一旦引いときますか。一旦引いときましょう。で、やっぱり船りがきついんで、まあどうですかねっていう。これは、桂馬なりにしときましょう。これでどうなんですかね。なんか、歩でいい気がするけど。歩で。と金に紐をつけながら歩を取るのがいい気がするけどな。それでいいかな。そうしよう。桂馬打ちもあるんだよなこれ。桂馬打ちでいいかな。打ちしといて角取って、飛車使えてないから飛車を使うか銀を取るか。銀取ったらと金取れるの尺なんで飛車を走る。で歩成りしましょう。多分銀逃げるんで次。銀逃げたら、まあ、歩成りしといてで納得がいいんじゃないの。
一旦引く、一旦引く、桂馬欲しいですね。喉から手が出るほど桂馬が欲しいですね。桂馬がもらえる流れにしたいですね、できれば。これ上げといて、うん、取って馬なり、馬なり、馬なり、角なり角なり、歩なり、同銀、何もないですよね。これ催促してどうなんですかね。割り打ちの銀じゃないわ、系統の銀、ガンガン受けていく。30秒、うん、そうですね、ちょっと受け切って勝ったみたいな感じですかね。よし、勝てました、ありがとうございました。3段の対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ横歩取りよろしくお願いします。横歩取りは対飛車戦法になりそうですね。とりあえず歩突いていく、銀上がってきたらゴリゴリ金ですちょっと雑実況が雑実況が雑だわ、頑張りましょう実況頑張りましょう。向かい飛車の税金を払っておく。歩突き同歩同金、歩打たれる、歩突き同歩、歩打つ、取ったら角打ち、避ける、いけるんじゃないか、30秒、いけるんじゃないか、いける、いけるか、いけるのか、行ってみるか行ってみるか、飛車上がってなくていいんかな、大丈夫かな、飛車上がってなくていいかな、大丈夫、叩きの歩、これはいいんじゃないか、これはいいぞ、さすがに、うん、歩なりでいい気がするな、ないでいいよね、ないでいいや、あ、逃げるんかい、逃げるんだったら逃げるしかないわ。どこに逃げる、ここ、角打ち、と金引き、と金寄り、と金寄りか、と金寄りだな、金寄りからの、と金寄りからのありまして、これどうする、あー逃げないのね、逃げないのか、そっか角打ちはどうするんですかね、角打ちでいいんじゃないの、これどうするの、困ってないそれ、銀打ちで角取られて飛車取ってでいいんじゃないの、それか、あーまあ銀打ちか、銀打ちかな、角取られてこっち取って逃げて押しときゃいいんじゃないの、1分、まあ1回取るんすかね、で金打たれて、あ打たれないのか、それは大丈夫、それは大丈夫か、合駒は勝ちですよ、これは勝ちですね、はい、ありがとうございました。お前が物足りん相手じゃったかの、逃げられても
金を取って勝ちみたいな感じですかね。はい、ありがとうございました。